こんにちは、サグルです。本日は大阪府堺市に来ております。それでは神社って何スタートです。こちらの神社、鳥居からまっすぐ伸びる参道が印象的でした。丹比神社、創立年代は諸説ありますが飛鳥時代前後と言われてるそうです。お祭りされている神様は小野あかりの御事、水葉分けの御事、合祀されている神様を入れて七柱からなります。小野あかりの御事、日本書紀と古事記ではイニギの御事の子になったり兄になったり、神様は難しい。水葉分けの御事は第18代半世天皇と言われております。容姿端麗、歯並びが美しい、まさに名は体を表すです。渦巻きが素敵な丘、いや、バックショットから失礼いたしました。こちらの神社の御神徳、御利益は家難除け、子孫繁栄、無病息災とのことです。いろんな神社にお伺いして思うことは、鳥居をくぐった瞬間にピーンと張り詰める神妙な気持ちになったり、和やかな気持ちになったり、やはり祀られてる神様の影響、私の気のせい。神社裏手にございますこちらの御神木、大きいですね。こちらのクスノキ、根元が本殿の方まで入って、まさに本殿と一対をなすかのような御神木です。半世天皇が、父仁徳天皇がお亡くなりになった時に建てられた五輪の塔、漬物位置にちょうど良かったんでしょうか。いや、そういう話ではないですね。持ち出し厳禁、漬物石はそれなりの石を。住宅街の中にある綺麗で静かな神社でした。いにしえを考えて今を照らす、なるほど、古きを考えて今を照らしてるわけですね。まんま読んだまんまです。それではまたどこかの神社へ。サグルでした。